ホンダエンジンを搭載したマクラーレン時代に3度のチャンピオンに輝き、ホンダ第2期 F1 活動の象徴的な存在であったアイルトン・セナ。そのセナがホンダエンジンを求めるきっかけとなったエピソードをご存知でしょうか。皆さんこんにちは。モーター天国のレインです。今回はアイルトン・セナとホンダの関係が始まるきっかけとなったレースや、そのエピソードなどについて解説していきます。このチャンネルでは、F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。今回はこのような内容を解説していきます。1984年、トールマンから F1 にデビューしたアイルトン・セナ。前年、圧倒的な速さでイギリス F3 を制し、有力ルーキーとして注目されたセナは、F1 デビュー後もその才能を示し、1985年には名門ロータスに移籍。するとこの年は、第2戦ポルトガルグランプリで初ポールポジション、初優勝を挙げ大きく台頭。将来のチャンピオン候補として、F1 でのキャリアを積み上げていたのです。一方、60年代の第1期活動を経て、1983年から F1 で第2期活動を開始していたのが、日本のホンダでした。当時の F1 では、ターボエンジンの有効性が認められ始めたことで、有力自動車メーカーらが多く参入し、技術競争が展開されていましたが、ホンダは83年の最終盤から、ウィリアムズへエンジン供給を開始すると、徐々に熟成を重ね、模索を続けている最中でした。そんな中、85年にロータスに加入したセナは、当時のロータスのマシンに搭載されていたルノー、V6 ターボエンジンに不満を持つことに。ターボエンジンの先駆者として、1977年より F1 に参戦していたルノーは、この年開発が遅れ、カスタマーのロータスは序盤戦で旧型の EF4 の使用を強いられることに。ルノーの V6 ターボエンジン、EF4 は、ハイブーストをかけた予選では1000馬力を超えるパワーを絞り出し、十分なパフォーマンスを発揮していた反面、レースでは燃費性能の悪さからパワーを絞らざるを得ず、ライバルに遅れを取る形に。シーズン中盤からは、圧縮比を上げ燃費特性を改善した新型の EF15 が投入されましたが、その分パワーが犠牲となり、さらには信頼性の面でも安定性に欠け、トラブルも多発。さらに、当時のルノーはワークスを含め4チームへエンジンを供給していたことや、組織上の問題などもあり、なかなか開発が進まず、セナはルノーに対して不満を漏らすことも多々あったといいます。結局、ほどなくしてルノーは85年限りでのワークスチームの撤退を決め、翌86年にはエンジンサプライヤーとしても F1 から撤退することが決定。ルノーエンジンを使用するチームは様々な問題を抱えていたのです。そんな中、F1 のターボエンジン市場で躍進を見せていたのがホンダでした。ホンダが当初、この年のウィリアムズに供給していたエンジンは、前年から供給を続ける V6 エンジン、RA164E の改良型。ベース設計は、F1 復帰への足掛けとして参戦した F2 時代の RA262E から続くもので、84年の投入以来、熟成を重ねエンジンパワーのさらなる向上を目指していました。しかし、一方でこのエンジンは信頼性の問題を抱えることに。改良を重ね、パワーが上がるとその分熱負荷が上がり、エンジンに様々な問題を引き起こすことになったのです。特にホンダが苦しんだのが、熱負荷の上昇によるピストン破損の問題。出力向上のため下級圧を上げていくと、燃焼圧力の上昇からピストンに桁違いの負荷がかかり、最終的には壊れてしまうという問題を抱え、シリンダーブロックでもパワーアップによる変形などが見られたといいます。そこで、ホンダではこれらの問題の解消を目指した新型エンジン、RA165E の開発を進めることに。
エンジンが高回転域で異常燃焼を起こしていたことが問題の原因だと考えた当時のホンダ F1 総監督桜井義俊は、燃焼室を小さくすることでその問題を解決することを目指し、スモールボア、ロングストロークをコンセプトに新エンジンの開発を進めたのです。さらにピストン自体の温度上昇を抑えるため、ピストンスリーブの素材を見直し、鋳鉄からアルミに変更。さらにシリンダーライナーは直接冷却水が触れるウェットライナーに変更されるなど、冷却の見直しにも力を入れたのです。こうしてホンダの新型 V6 ターボエンジン RA165E が完成。それまでもレースでは前述の熱負荷の問題から630馬力程度が限界とされたエンジンは、ベンチテストから700馬力を超えるパワーを実現。さらに燃費効率も 30% 程度改善し、大きな進歩を遂げることに。投入時期は若干ずれ込んだものの、85年の第5戦カナダグランプリからウィリアムズのマシンに搭載されることになったのです。そしてこのレースでホンダエンジンのポテンシャルの高さを感じたのがセナでした。ロータスはこのレースからルノーの新型スペック EF15 をセナのマシンに搭載。セナもルノーの新型エンジンに期待を寄せる中でのレースでした。するとロータスは予選で速さを見せ、セナのチームメイトエリオ・デ・アンジェリスがポールポジションを獲得、セナも2番手につけたのです。しかしセナはレースでウィリアムズの走りに衝撃を受けることに。2番手からスタートしたセナはこのレースでわずか5周でタービンにトラブルを抱え、修復のためにピットインを強いられ後方に転落、勝負権を失っていましたが、その後データ取りなども兼ねてレースに復帰し、ファステストラップを記録するなど速さを見せていました。当時のセナは攻撃的なドライビングで物議を醸すことが多く、このレースでも周回遅れにもかかわらず後方からセナをラップダウンにしようとしたウィリアムズ、ケケロズベルグと数週にわたりバトルを繰り広げることに。最終的にロズベルグに抜かれたセナですが、その時セナはウィリアムズのストレートスピードに驚愕。近い将来ホンダの時代が来ることを確信したのです。するとセナの予感の通り、ホンダエンジンを搭載したウィリアムズはこのレースを機に躍進を見せることになります。このカナダグランプリでシーズン最初のダブル入賞を果たしたウィリアムズでしたが、翌第6戦デトロイトグランプリではロズベルグが優勝を果たし、シーズン初優勝。シーズン中盤には新エンジン特有の初期トラブルが頻発したものの、改良を重ねた終盤戦にはウィリアムズが3連勝でシーズンを締めくくる結果に。高出力で省燃費、高い信頼性を兼ね備えたホンダの新エンジンは熾烈なターボエンジン競争で衝撃を与えたのです。そして翌1986年、セナは次第にホンダエンジンを渇望する思いが強くなり、行動にも現れることに。ホンダとの提携を望むセナの意向を受け、86年の序盤にはロータスのチーム代表ピーター・ウォーがホンダ側と交渉を開始。さらにセナ自身もこの年の第4戦モナコグランプリのパドックで桜井と直接会談するなど、ホンダ側に接近。86年はルノー撤退、さらにウィリアムズとホンダの独占供給契約が切れる年でもあり、ロータスが翌年に向けてホンダとの提携を狙うには絶好のタイミングでした。さらにそんな中、この年はホンダエンジンがさらなる躍進を見せることに。この年ウィリアムズのマシンに搭載された RA166E は、素材の見直しやマネジメントシステムの導入でさらなる高出力化、省燃費化が図られ、パフォーマンスが向上。ホンダエンジンの貢献もあり、ナイジェル・マンセル、ネルソン・ピケの2人が9勝を挙げ、ウィリアムズはこの年のコンストラクターズタイトルを獲得したのです。そんな中、ロータスがホンダエンジンを搭載するまでにはいくつかの問題がありました。一つはロータスがかつてホンダの第一期活動時にホンダとのパートナーシップ交渉を一方的に破談に持ち込んでいた遺恨があり、
ホンダの上層部に快く思われていなかったこと。これについては桜井が当時ホンダがサポートしていた中島悟の F1 デビューやメインスポンサーを JPS とすること、セナを乗せることを条件に盛り込んだロータスとの提携プロジェクトをホンダの上層部に提案。ホンダ本社もこれを承認し解決したかに思われましたが、その後ロータスが計画に反して JPS とのスポンサーシップを86年限りで終了することを決定。これによりホンダ側はロータスとの契約を破棄することもできたのです。そしてそんな中、ロータスにとってもう一つ問題となったのが、ライバルのマクラーレンが87年からのホンダエンジン獲得交渉に乗り出していたことでした。マクラーレン側はすでにセナがホンダ搭載車を渇望していることを知っており、ホンダと契約できた場合に備えセナのためにシートを開けてホンダと交渉している状況。つまり87年のセナの去就はホンダの判断に委ねられている状況でした。そして最終的にホンダは当初の予定通りロータスにエンジンを供給することを決定。セナはロータス残留を決め、87年に初めてホンダエンジンを搭載したマシンをドライブすることになるのです。そしてここからセナとホンダの蜜月の関係はスタート。その後の伝説的な活躍につながっていったのです。いかがだったでしょうか。今回はセナとホンダの関係の始まりについて解説しました。このチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。